次は RPO というプレーを止めるためのドリルを説明します。ここにクォーターバック役とランニングバック役の選手がいます。ランニングバックの選手がボールを持つ、もしくはクォーターバックがボールを抜いて短いフラットポストといったパスを投げる、この組み合わせを想定して練習します。ボールがスナップされてまだどちらがボールを持つかわからない瞬間はラインバッカーは大きく動きすぎずしっかりメッシュポイントをリードします。この時少しホップといって軽くその場でジャンプをするような感じで動きを備えます。ボールを最後まで見てパスと分かった瞬間にまた先ほどのドリルと一緒で目線でレシーバーをチェックして QB の動きをリードして真横に下がります。